今回はですね、音楽家の三宅洋平さんです。えっ、ー、とね、うーん、弁絶爽やかってね、理論生前。説得力がある。どうして、あのね、ちょっと、ちょっとやそっとの訓練ではそうならないと思うんで、と、ね、まあ、 ミュージシャンって割と口下手な人が多いような気がするんですけど彼は特別ですよね。であの音楽で培ったこういい音楽性っていうのかなそういうのもこうその弁実に表れているし、まあ、なかなかの人だなと僕は思っているんですよ。それで別にその表面的な言葉のこう羅列で耳に心地いいというのでは全くなくてこうちゃんとこう考えとか。 知識とか情報とかにこう基づいて、えー、ちゃんと喋ってるというのもよくわかるんですよね。なかなかいないなと思ってあの面白かったですよ、えー。勇気づけられました。今日は、はい、沖縄から来たんですか、ね。えっとね今ちょうど年末のツアー中でああ、ま、ツアーって言ってもあの政治的な集会にお呼ばれしたりとか、うん、そういうものも含めてなんですけど、うんうん、ですね。今 ミュージシャンとししてての活動もしてるんですかやってます<あ>はいそこはもういかにないまぜにしていくかというあもう同じようにやってるともうなるべく同じようにもうキープしてます音楽のツアーといってももうそういう政治的なまあやっぱりライブの会場にフェスというか 選挙フェスは今は今やってないですねです、はい、地方の若い人たちに立候補は促してるんですけど、うん、地方議員で全国で市区町村で3万議席あるんですよね、うん、で倍率が1.21倍なんですよ当選の倍率が低いんです、ね、そうなんですよだから26議席あるような小さい町で、うん、大体出てるのは28人ぐらいなんですよねだからそんなに高いハードルではないし やっぱりり街頭でデモ行為をしたりそれこそ大井原発の時みたいにこう、うん、ゲートをみんなで封鎖したりとかいろんな形で3 11・11以降新しい運動の世代が出てきたんだけれども彼らはある意味全世代の,その、まあ、小先輩方の運動と比べると、うん、まあいい意味で根気がないから、うん、すぐにあこれじゃ何も変わんないじゃんっていうのに気づいちゃうんですよね。うん、で僕もそういういここととをやっててきた中でいやこれは一市民として打って を社会にに反映させるには立候補が一番うん、うん、伝わるなと、うん、でどんなに今の社会常識の中ではちょっと飛んだ発想でも、うん、立候補っていう選挙というメディアに乗ると一番まともに考えてもらえるというか、うんうん、やっぱりあれですかね公演とかでそのちょっとみかん箱に乗って声高、うん、に何かこう訴えるんじゃ全然届きませんかね もうそういういいこととも必必要要ですよねだ思ま政治に参加するっていうのは何年かに1回こう、うん、1> 投票するだけではもちろんないのでうん、うん、それはこう何て言うの実はさっきもあの一水会の鈴木邦夫さんと、はい、同じような話をしていてねうん、うん、今の大犠牲の民主主義っていうのは、まあ、本当は理想的にはその全ての 有権者が直に話し合って物事を決められれば最高だけども代理、うん、ですよね。うん、だから本来はコミュニティが主役であって、うん、それの代理人だというのが本来の民主主義のあり方だと思うんだけどどうもそうなってないじゃないですか。そうです、ね。だから僕がねミカンバで街頭演説することの意味っていうのは、うん、あのー。 多分今のメディアの性質上は、かつてそ田中角栄さんなんかが言ってた頃とは、意味合いが変わってきてるなと思って、昔は多分それで100人、200人の候補者なり、政党員が、日本中でそれをやることで、渋谷の雑踏だけでも測れば、1時間に30万から50万人が通り過ぎてるわけだし、やっぱりそのメディア的な波及力があったんだとは思うんですね、やってるなという感じは出るし。 ただ今僕が選挙に出て思ったのは皆さんなんで辻立ちをされるのかっていうとあれはやっぱり自分の論旨をひたすら磨いていくって自分のためにやってんじゃないかなだから逆に言うと一向に人が止まらないでもやり続けてるのはあれもちろん自分たちのその主義信条を訴えてもいるんだけど多分日々自分をバージョンアップしていくための。 公開練習とといいうかそういうかそ性質もちょっと感じますね例えば同じようなそのバージョンアップするための練習としてツイッターななんんかかはどうなんですか僕は比較的多分既存のその政治を目指す人にすればだいぶ赤裸々に書くので、うん、例えば世の中的にはちょっとその不正選挙に関することとかを下手につぶやくとオカルト扱いされるんですけれども。僕が 取りたいスタンスはそういうことも含めて一般民衆が、うん、でもそこも引っかかるんだよねと、うん、じゃそれをオカルトだとんでもだと決めつける前に、うん、なぜ風評被害も一緒なんですけど、うん、それやっぱり国があるいは行政、うん、選挙管理委員会がそうした 疑義に対して信用、うん、担保できてないことが問題であって嘘か本当かではなくて、うん、嘘なんじゃないかと思わせてしまっていることがそもそも行政の運営の仕方の問題だと思うんですよねそれは多分簡単に言うと言えないことがあるから言ってないんですよねそうでしょうね、うん、アメリカもかなりひどいじゃないですかうん、うん、まあねブッシュとゴアの、えー、ブッシュの二期目の時なんかはや、うん、はりあのんなんていうのかな,な 電子的にやるその投票システムがアメリカでも一社だけで、それもやはり部州なんかとこう近いところの共和党系の会社がやってたりとかね。で日本でも似たような話が会社がよく名前が出ますよね。出ますよね。でそれがでも事実じゃないんだったらこう先生堂々としないですよね。だから明白におかしいじゃないかっていう状況に対してあの。 なんて言うんてううだろうなぜそのことで議論させられてるのかすら、うん、それがあるかないかではなくて、うん、踏み込んだ議論をしなきゃいけないんだけど、ね、そういうことが多いですよね機、ね、密保護法案なんかも本当にこんな無茶苦茶のな法律の、うん、法律そのものもなんですけど通し方がありかなしかを議論させられてしまう時点で、うん、議論にならない状況になっていってますよね今ねそうですね,ねでややもすると、うん、結局その じゃあ,、まあ日本で言ったらそういう不正選挙の話題も,、うん、もう何かそれを口にすること自体がかつての原発と同じみとか信用度が下がるワードになっていってしまうんですよねうんそこも本当メディアアートする側として、うん、そこはうまく処理していかないといけないなと思いますねそれをあまああえてこう堂々と打ち破ろうとしてあ,のあえてつぶやいたりしてるということですね うん、自己検閲しない文章をギリギリのバランスの中で、うん、テレビの生放送的な感覚でうん、うん、ある程度やっぱ僕が何を考えているかという心の内側を見せていかないと信用できないと思うし三宅さんはいつからこういう、まあ、政治活動ってもっとうん、うん、普通の政治活動より広いと思いますけど僕は見ていてするようになってきたんですから 前からですね、うん、初めは原発ではなかったんですけど、うん、環境問題特に開発問題ダムとか高尾山のトンネルとかで幸いにもあのそれこそ坂本さんの,あのストップロッカーションの運動なんかも仲間たちがちょっと関わったりしてたんで、うん、やっぱりフジロックなんかを起点に、うん、そうう環境意識をフェスの現場で結構抱きつけられるシーンが多かったんですよね。うんうん だから自然とでしたね。んかうんとフジロックキッズと言っても過ンではなくて18から1回目のフジロックに行って、うん、で中止になった時にもうその時は音楽やってたわけバンドやろうかなって思ってたんですよ見に行く方だったのね最初はそうですねギターはちょろちょろやってたんですけどでバンドやるか どうかやってたんですけど1回目のフジロックで中止になった日にたまたまなんですけどクラッシュのジョーストラマーのテントに台風なんかちょっとかくまってもらって、うんうん、でなんかすごくいいおじさんだなと思って東京帰ってきたらあと、うん、でそれがクラッシュのジョーストラマーだったって分かって、うんうん、で CD 買ったらめちゃくちゃかっこよかったんですよね。なんか僕の思ってる ロックとかレゲエとかこうワールドミュージック要素とロックのセオリーがすごい混在してたんでそれまではなどういうものが好きだったのもともとは音楽はその頃はロックから入ってますねビ,ビートルズとかレッド・ゼッペリーとか英国ロックが結構多かったですねうん結局はワールドミュージックが好きだったという方に向いていきましたねまあロック自体が元々その アメリカに連れてこられたアフリカ人の音楽を今度イギリスの少年たちが真似してやるとこから発生してきたのでもともとそういうワールドミュージックっていうかねグローバルなそういう政治的なものも含めて入ってますよねそういう因子がね。ルーツミュージックへの気球っていうのがやっぱありますよね。